はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、これから宅建を勉強始めよう、および宅建の勉強を始めたけども、まだ間もない方に対して、今回動画をお伝えしようかなと思っております。話す内容については、勉強の仕方についてです。これすごく重要なんですね。もう正直言ったら、もう勉強の仕方次第で、合否が決まるぐらい重要なんですよ。なんで、これから勉強を始める方に対しては、有益なお話になるんじゃないのかなと思います。まずはじめに、ちょっと私の話させていただきます。私のお話についても、今からお伝えする内容と関連づいているので、ぜひ、ちょっと聞いていただければと思います。実は私自身、勉強ができる方ではなかったと思ってます。私の昔を知っている人からすると、いやいや、それなりにいい点数取ってたじゃないのと。中学校も高校もいい点数取っていたんじゃないのって言われるかもしれないけども、それは相当勉強していたからなんですね。人の多分2、3倍は勉強してたんですよ。中間試験、期末試験、めちゃめちゃ勉強しました。人は1週間前から勉強するんですけども、私は2週間、3週間前から勉強する人なんですよ。だからそれなりにいい点数取ってたんですけども、自分よりももっといい点数取ってくる人っていっぱいいたんですね。で、その人たちっていうのは別に1週間くらい前から勉強してもそのぐらい点数取れてたんですよ。これなぜかというと、勉強の仕方が悪かったっていう話なんです。でも私はそれずっと気づいてなかったんです。ずっと気づかずに大学受験まで迎えました。大学受験、私は高校2年生の秋から勉強を始めました。つまり1年半ぐらいですかね、大学受験の勉強してるんですよ。もちろん学校の授業の勉強もします。プラスアルファ、大学受験の勉強もする。そういった状況なんですね。だから部活もやめました。で、その分、受験勉強に時間当てたんですね。にもかかわらず、大学受験1回目失敗したんですよ。私の周りの人たちは、高校3年生の夏から勉強始めるんですよ。夏から。部活もやってるので、高校の夏ぐらいまでは勉強できないんですよね。なので、その部活が終わった高校3年の夏ぐらいから勉強を本格的に開始する。だから、おおよそ私と比べると9ヶ月遅いんですよ。勉強始めるのが。受験勉強始めるのが遅い。にもかかわらず、この人たちっていうのは、私よりもいい大学に行っちゃってるんですよね。で、私自身はその時なんでだろうって思わなかったんです。私が運が悪かったとしか思ってなかったんですよ。でも、1回目の大学行った時に、すごい人と出会ったんですね。そのすごい人ってどんな人かというと、京都大学を目指す人たちが集まる予備校っていうのがあって、そこの先生をやってた方なんですよ。だからその先生もすごく頭がいいわけなんですね。で、たまたまその人から教えてもらえる機会がありました。勉強の仕方を教えてもらえる機会があったんですね。で、私はその人から、約半年間ですかね、勉強の仕方について学びました。もう一番最初に言われたことっていうのは、もう勉強の仕方がもう間違ってるって言われたんですよ。だからどれだけ勉強しても成果は出ないよと。その先生から私はカズキって呼ばれてたんですね。ちょっとイントネーションね、おかしいかなと思うんですけども、カズキって呼ばれてたんですよ。カズキが思っているような成果は出ないよと。今のやり方やってたら絶対出ない。どれだけ勉強しても今のまんま。もしカズキがもっといい成果を出したいって思うのなら、勉強の仕方を変えてみなさい。そのやり方は僕が教えてあげるよって。やる気があるのであれば教えてあげるって言われて、私は大学を行きながら仮面浪人をして、その先生に教えてもらってたんですね。で、2回目の大学受験を迎えました。2回目の大学受験、私自身そんなに勉強してないんですよ。そんなに勉強していないにもかかわらず、すごくいい点数取れたんですね。1回目の大学受験の時はめちゃめちゃ勉強したんですよ。2回目の大学受験ってそんなに勉強してない。けれども、全然点数が違うんですよ。国語だけは悪かったんですけども、それ以外はおおよそ8割5分とか全部取ってるんです。で、そこで勉強の仕方の重要性に気づいたんですね。実は宅建試験も同じなんですよ。勉強の仕方を間違ってたら、合格点マイナス1点2点ぐらいまでは行くんですけども、そこから合格点、プラス1点2点が取れないんですよ。これに気づかずに、毎年合格点マイナス1点2点でずーっと落ち続けている方、たくさん見てます。
実際弊社にご相談いただくお客様の中で10年間もずっと落ち続けている方いらっしゃるんですよ。それも一人じゃないです。複数人いるんですよ。で、その人たちっていうのは勉強してないわけじゃないんです。してるんですよ。してても合格できないんですね。それはもう勉強の仕方が悪かったからなんです。なので、あなたもそのようになってほしくないので、ぜひですね、今回勉強の仕方について学んでいただければと思います。で、今回お伝えするのは3つのポイントなんですね。3つのポイント。まず一番最初にやっていただきたいのは、まあテキストでも、まあ、過去問集でもとりあえず読んでいただいて大丈夫です。まあできればね、問題から解いていくっていう方が効率的なんですけども、まあまずは、まあどちらでもいいです。どちらでもいいので読んでいただくと、絶対にわからない単語出てくるんですよ。法律用語、日本語で書かれているにもかかわらず、何が書いてあるのかわからない。まずこの壁にぶち当たるんですね。法律用語が難しいってことに気づくんです。なのでこういったところは調べましょう。調べて自分なりに噛み砕いて分かりやすい用語に置き換えて考える。これは辞書とかに載っている定義を覚えるんじゃないんです。ある程度自分の中で、あ、こういったイメージなのかな、この言葉ってこういったイメージかな、こんなんでいいんですよ。辞書の内容を覚えようとしても、辞書の内容自体も難しいので、それじゃ意味がないんですよね。理解できないじゃないですか。だから自分なりに噛み砕いて頭に入れていくってことが重要です。例えば心理流法とかっていうね、単語が出てきたら、あ、これは冗談で何かを言ってるんだなと。例えば私が冗談で、私が持っている土地、500円で売りますよ。これ私冗談で言ってますよね。これ心理流法っていう言い方をします。あと錯誤とか、錯誤っていうのは勘違いですね。まあ、これぐらいおそらくテキスト載ってるので調べなくてもいいんですけども、テキストに載っていないような用語もたくさん出てくるので、そういった時はまあネットとかで調べながらやっていきましょう。そしたらまずは法律用語がわかるようになってきます。次にぶち当たる壁、何かというと問題文が難しいってことに気づくんですよ。問題文が難しい。法律用語は分かった、個々の単語は分かったけれども、問題文として何が書いてあるのか分からないと。どんな状況なのか分からない、何を質問されているのか分からない。この壁にぶち当たるんですね。これもですね、分かりやすく自分なりに噛み砕かないといけないんですけれども、これが難しいんです。なのでもう解説を見ながら図を書いていく。まあ解説に図が載っていれば、その図を見ながら、例えば A さん債権者、 B さん債務者って書いてあったと。債権者 A、 債務者 B、 それじゃあ問題文見て、あ、 A さんは B さんにお金を貸している、あ、だから A さん債権者なんだ、で B さんは借りている側だから、あ、債務者なんだ、みたいな感じで解説の図を見ながら問題文を理解するっていう流れでもいいです。また問題文がすごく長いんですよね。長いです。一文が長いので自分なりに区切っていく、区切りながら読んでいくっていう方法を取ると、まあ比較的読みやすくなってきます。ちょっとこの具体的な問題文の理解の仕方については弊社の、個別指導のノウハウになるので、ちょっとお伝えはできないんですけども、まあ一つ参考としてこの二つですね、区切って読むんだよ、また解説を見ながらでいいから問題文を自分なりに理解をしていくんだよっていうことですね。これをぜひ行っていきましょう。で、3つ目、ルールを覚えていくって話です。問題文でこういった状況ですよって書いてありますよね。問題文に A さんいて B さんがいてとかって書いてあって、解説にはルールが書いてあるんですよ。こういう状況の時はこんなルール使いますよって書いてあるんで、これは実はセットで頭に入れていくってことが重要なんですね。セットで頭に入れていく。多くの方がこのルールだけを単品で覚えようとするんですよ。ルールだけを単品、つまりポイントだけを単品で頭に入れようと思うので、結局片手落ちなんですよね。この2つっていうのはもうセットなんで、一緒に頭に入れていかないといけないにもかかわらず、ポイントだけを覚えようとする。そうすると一向に使えない知識がどんどん増えるだけになるんですよ。だから新しい問題が出てきた時にそのポイント使えないってなってくるんですよね。状況とルール、これを一緒に覚えていたら、あ、こういう状況だからこのルール使えるってわかりますよね。で、また別の問題で同じような状況が出てきたら、あ、このルール使えばいいやって、こう適用できるじゃないですか。これを最終的にはやっていきたいわけだから、ここはセットで頭に入れていくってことなんですね。これもぜひ行ってください。もう多くの方がこっちだけ覚えるってやっちゃうので、ここも注意しましょう。で、この宅建に合格するための実力っていうのは、
勉強量かける勉強の質なんですね。はじめにもお伝えをした通り、私は勉強量はめっちゃやってたんですよ。中学、高校、めちゃめちゃやってました。でも勉強質が悪すぎたんですよね。だから結局実力はそんなに上がらなかった。で、実際卓研を勉強している人も同じような人がほとんどです。勉強はめちゃめちゃやる。でも勉強の質が悪いから合格できない。もうこういった方非常に多いんですね。だからその勉強の質をどうやって上げるか、こっちに焦点を当てて勉強することが重要なんですね。今言ったこの3つっていうのは実はこの質を上げるための話なんですよ。勉強の質を上げるための話です。もっと細かいこと言えば、このルールっていうのは覚えるというよりも、まあ、理解をするって言った方が正しいんですね。理解をちゃんとしていく。なんでそんなルールになっているのかだったりとか、具体例でじゃあどんなものがあるのかとか、そういったものを踏まえて頭に入れていくと、より頭に定着するし、応用力がついてくるんですね。だからまあそういったものもやっていかないといけないけども、まあ初めて勉強を始める、また勉強を始めてそんなに間もない方であれば、まあそこまではね、ちょっと考えなくてもいいので、とりあえずは1、2、3のことだけ頭に入れながら勉強を進めていっていただければと思います。で、勉強の仕方について相談がある、そういった方はぜひ直接私にメールいただければと思います。お問い合わせフォームについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお知らせいただければと思います。卓研試験っていうのはもう1回で合格できる資格なんですね。何回も受験するような資格ではありません。時間がもったいないです。なんで勉強の仕方には十分注意してください。もう私の昔みたいに、やったけれども実力がついていない、やったけれども結果が出ないって本当に悲しいですし、時間の無駄だったし、辛かったし、もう何のいいこともなかったですね。根性がついたぐらいですかね。根性ついた。もうそれぐらいなんですよ、メリットって。なんでこの動画を見ているあなたにはそのようになってほしくありませんので、ぜひ次の試験で合格していただければと思います。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。